ネバネバ役ネバウィープロミス黒です。前回のご報告動画、たくさんのコメントをいただきありがとうございました。結構コメントでこのネバネバ役ネバウィープロミス黒ですっていう挨拶は変えないで残してほしいっていう意見もかなり多かったので、やっぱり僕の土台は約束のネバーランドなので、挨拶変えないのありかなと思って。というわけで今後も挨拶は変えません。皆さんたくさん意見をありがとうございました。前回の動画でもお伝えさせていただいたんですが、役ネバが完結したということでメインで取り扱っていく作品を変えるっていう風にお伝えをさせていただいて、次は何の漫画をやるんだ、何の漫画をやるんだっていう意見もかなりいただきました。というわけで今日はですね、今後メインで取り扱っていこうと思っている漫画をご紹介させていただきます。それがこちら、はい。というわけで今の動画を見ていただいてもわかるように、ジャンプで連載中の呪術廻戦を今後はメインで取り扱っていこうと思います。こちらの呪術廻戦なんですけれども、1から11巻まで出ております。ただこちらですね、呪術廻戦には0巻っていうものがありまして、1巻からの本編の1年前のお話、まあ、つまり前日談ですね。とりあえずこの0巻は読まなくてももちろん読めるんですけども、この中のお話を知っておくとさらに本編が楽しめるっていう仕様になっております。この呪術廻戦を取り上げようと思った経緯なんですけれども、今まで僕は背景を見てもわかるように約束のネバーランドの考察をメインで上げていたので、そのままの流れでもいけるような形、視聴者の皆様も多く読んでいるであろうジャンプ作品っていうのを前提に考えました。そして呪術廻戦はこちら、去年の52号でも発表があったんですけども、呪術廻戦は今年の10月からアニメ化が決定しております。なのでこれから呪術廻戦を知る方っていうのは多く増えてくるかなとも思いますので、それも取り上げようと思った理由の一つです。そして先日の25号で連載2周年となっております。そして作者の芥見ゲゲ先生、同い年でございます。ここも一つの取り扱っていくことに決めたポイントになります。同級生、同世代がねこの漫画を描いてると、すげえと、どんなお話なのと。人間の負の感情から生まれる呪霊っていうのがいるんですけれども、その呪霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画でございます。僕もジャンプは毎週買っていたけれども、ほぼほぼ読んでいたのって約束のネバーランド、そして新連載をちょこっとだったりしたので、他の作品を途中から読むのもなって思って読んでなかったんですよ。で改めてこの呪術廻戦読んだんですよね。まあ難しい。少年ジャンプの取り扱う作品としては結構内容も深いです。一周読んだだけだとちょっと理解もしにくい。いやめっちゃ解説しやすいやんと、深い内容を噛み砕いてお伝えすると、そこに関してはめちゃくちゃ得意かなと思いますので、そういった解説もしたいなとも思ってるのと、謎とか考察要素もなかなか多い。僕のこの広く浅くではなく狭く深くね掘り下げていくスタイルと相性はいいんじゃないかなと思っております。ただ僕も約束のネバーランドの考察をしていて、やっぱり他の方の動画っていうのも見ることはあるんですけども、やっぱりそういった方の動画を見ると、知ってる人からしたら、あ、この人あんまり話分かってないなっていうのはめちゃくちゃわかるんですよ。結構言ってほしい部分、言ってないところあるなっていうのもやってる身としてはすごく感じるので、なのでめちゃくちゃ読んでます今。約束のネバランド以外の作品読み出して、こういう作品もあったんだと、ほぼほぼ役ネバだけしか読んでなかったので、あーと思いましたね。最新話までもがっつり見てるよっていう方もいると思うんですけども、僕のチャンネルは約束のネバランドが好きで見てた方も多いので、まずは呪術廻戦の物語の概要だったりストーリーだったり設定っていうのをまずね基盤として動画では上げていきます。数々の謎とか伏線臭いところ、それもね動画にはしていきたいんですけども、今まで約束のネバーランドを毎週楽しみにしてた方、今役ネバロスになって次どんな漫画を読んだり
か分かんないって方もたくさんいると思うので、そういった方に向けてまずは最初の入りの部分から徐々に徐々に深掘りをしていこうじゃないかと。なので呪術回戦知らないよっていう方もいると思いますので、まずは僕も初心者ではあるので、徐々に徐々にストーリーを読み解きつつ進んでいきたいなと考えております。もう何週も読み込んではいるんですけども、黒きやがったなと思う方ももしかしたらいるかもしれない。でもね、聞いてください。僕も約束のネバーランド読み出したの、だいたい9巻10巻ぐらい出てた頃、ほぼね呪術回戦と同じぐらい薬寮がもう出てる時に読み始めてここまで来ましたから、もう説得力あるでしょ。というわけで、今まで約束のネバーランド読んでいた方も、呪術回戦を読んでいる方も、どちらも楽しめる動画を作っていきます。なのでこれを機にちょっと読んでみようかなって思ってる方は、まずは次の動画を見て一巻を読んでみるか決めてみてください。というわけで、僕のチャンネルでは僕が面白いと思う作品を狭く深く追求していくチャンネルとなっております。約束のネバーランド、呪術回戦、この2つの漫画の追求をしていきますので、お好きな方はぜひ高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。